どうも皆さんこんにちは、はるにゃんでございます。はい、今回はですね、先日コストコの購入品っていうね、動画をアップしたと思うんですけれども、まあ、その購入品の、食材をね、いくつか使って、夕飯を作ってみたので、今回はその夕飯動画をですね、夕飯のこう作る流れですね、そんな動画になっております。ぜひ、見ていってくれたら嬉しいです。それでは、動画レッツスタート。はい、では今日の夕飯メニューはこんな感じです。まずは味噌汁に取り掛かります。とても安かった豆腐とわかめでお味噌汁です。次にきんぴらに取り掛かります。娘が食べやすいように、今回は細かく切っていきました。娘がきんぴらとかしりしりが大好きなので、我が家はいつも人参は常備してます。お豆腐を煮ているうちにきんぴらのごぼうの方も取り掛かります。こちらも細かく切って酢水につけてアクを抜いておきます。そしてるうちにグツグツしてきたので味噌を溶いて入れます。味が整ったら最後にわかめを入れて味噌汁は完成です。次はきんぴらを炒めていきます。香りがいいんでね、熱したフライパンにごま油をひいて人参ごぼうを炒めます。軽く塩コショウして炒めて、めんつゆとみりん、水を入れたタレを回しかけます。タレの目安はひたひたになるくらいの量ですね。そしてそのまま落とし蓋をしてって、これはクッキングシートなんですけれども、まあ、そのまま乗せちゃってるけども、はい、落とし蓋をして汁気がなくなるまで弱火で、煮ます。次に卵炒めの卵を割りほぐしていきます。コストコの20個入りの卵を使っていきます。料理の途中なんですが、今回は私がもう本当に今ね、愛用していてとってもおすすめしたい調味料があるので、その調味料のご紹介をしていきたいと思います。はい、こちらなんですけれども、緑色の瓶に入った、花丸ママっていうね、玄米をね、発酵させて作った、まあ、酵素食品でもあって、発酵調味料でもあります。市販の調味料とは違って、玄米の発酵エキスと、塩以外、もう何も入ってない。もう本当に余計なものがね、何も入っていないので、とっても体にいいんです。味をつけるっていうわけではなくて、まあ、日々のね、料理に使うだけで、まあ、その素材の味を引き出したりとか、旨味をアップしたりとか、家族みんなの健康管理ができたり、まあ、家族のね、健康を気にする、私みたいにママさんとか、まあ、主婦の方ですね、の方にね、とてもおすすめな、調味料となっております。で、今回はですね、こちらの、花丸ママをですね、はい、卵炒めの卵液に、加えていきます。で、こういうね、メモリ付きのね、キャップがついているんですよ。今度こっちにね、花丸ママを入れてこういう風に加えていきます。
すごい便利です。はい。花まるママをね、卵に入れると、すごいね、ふっくらね、ふわふわな、卵に仕上がります。なので、まあ、今回ね、卵炒めもいいんですけど、卵焼きがすごいおすすめですね。本当にね、ふっくら、ふわふわでね、美味しい卵焼きが作れますよ。他にもですね、私はね、唐揚げの下味の時に使ったりとか、あとお刺身にね、スプレーとかしたりとか、あと最近ちょっとね、寒くなってきて、もう乾燥気になってきて、手荒れがね、水仕事の手荒れとかがすごい、ひどいんですけれども、このね、花丸ママはですね、洗い物終わった後、ちょっと揉み込んで、ちょっとね、ザッと流すだけでもね、すごいスベスベになって、この指先の手荒れがね、すごく良くなったので、びっくりしています。で、他にも、なんかお風呂に入れたりとか、あと、化粧水代わりに使うだけでもね、肌荒れが、良くなったりとか、なんかもう本当に、料理以外にもこんなことにも使えるの、あんなことにも使えるのって、本当に仰天な、使い道がね、本当にたくさんあるので、本当におすすめです。なので、気になる方はですね、下に概要欄に URL 貼っとくので、花丸ママ、ぜひ、チェックしてみてください。それでは、料理に戻りましょう。どうぞ。はい、そうこうしている間にきんぴらがいい感じに仕上がってまいりました。最後に白ごまをたっぷり振って、きんぴらは完成です。はい、そしてお次は卵炒めのアスパラをね、切っていきます。こちらですね、コストコで束で買ったアスパラです。やっぱりちょっとね、表面の皮が固めで、娘が結構噛み切れなくてベーとか出したりしちゃうので、ピーラーで、皮を剥いて、平らなお皿にね、並べて、1分ぐらいね、レンチンして柔らかくしておきます。アスパラがね、柔らかくなったら、粗熱を取ってですね、斜めに切っていきます。私これ温めてすぐ切っちゃったからめっちゃ熱かった。そしてしめじもですね、コストコの大袋のしめじを使っていきます。一つがね、大きいので、ちょっとき細かくね、切っていきます。続いて先ほどの卵の味付けをしていきます。まずはですね、醤油、塩コショウ、そしてお砂糖と、ごま油を垂らしてよく混ぜていきます。今回卵にね、こんだけ味付けしてるので、他の野菜を炒めてるときは軽く、本当に軽く塩コショウするだけなんで、はい、卵にしっかり味をつけていきます。最後にですね、卵がまとまりやすいように、水で溶いた片栗粉を回しかけて、よく混ぜていきます。これで卵の下ごしらえは完成です。では炒めていきます。フライパンに油をひいたら、アスパラとね、しめじをよく炒めていきます。そして、塩コショウをね、軽くしていきます。で、アスパラがね、すごく綺麗なね、グリーン、透き通ったグリーンになってきたら、一気に卵をワシャーと入れてですね、焦がさないように、ちょっとこう、弱中火ぐらいにして、よくね、こう、かき混ぜていくと、卵がね、ふわっといい感じで、まとまっていきます。そして、アスパラとしめじに絡んでね、ふんわりしていきます。これでアスパラとキノコの卵炒めは完成です。そして次はですね、照り焼き味に、下味冷凍していた、コストコのブリを使っていきます。解凍したのをね、開いて、表面のタレはね、拭き取ります。拭き取っておくことでね、ちょっと焦げにくくなるんで、やっぱどうしても照り焼きって焦げやすいので、はい、ブリは、タレはまず拭き取っていきます。そしたら、熱したフライパンに、少しね、油をひいて、ブリを焼いていきます。両面ね、こんがり焼き色がついたら、ドワッとね、タレを入れて、フライパンを振りながらですね、タレを絡めます。
絡まったら、蓋をしてですね、弱火で、少し蒸していきます。中まで火を通していきます。手がですね、少なくなって、とろっとしてきたらね、完成です。そしてブリがね、こうふわっと膨らんでいる感じがあれば、もうこちらで火が通っていると思います。ではですね、お味噌汁をよそっていきます。ちなみに今使ってるお椀はですね、これセリアのお椀なんですけど、めちゃくちゃこのお椀最近気に入ってて、表面の模様がですね、すごく手が、なんか手にフィットしてですね、滑りにくくって、すごく味噌汁とかが飲みやすいです。はい、いただきます。はい、食べてみてください。バッチリですよ。しなんかさ、骨がないからさ、トロッとしててね、下味冷凍が効いてるのか。いや、はい、ちゃんと味も、芯までね、味もちゃった。あ、落としちゃった。うーん、ちょっとちょっとアスパラと卵、どうですか？美味しい。卵大好き。はい、そして春チビももうすでにブリがないみたいなね。早いな、すごい。お姉さん。